や、やだ。あ、えい、や、あ、そなた、この浜石を使ったのだな。私ではないのです。私には扱い方が分からず、
それで。ほう、どう使うか知らんのか。ならばガリフと同じよの。え？王子ガリフは神々より浜石を賜った。しかしガリフには浜石を扱えんでの。神々はガリフに失望して石を取り上げ、今度はヒュムの王に授けた。王は浜石の力で乱世を平らげ、覇王と呼ばれた。期待なことよ。覇王レイスウォールの血を引くそなたが浜石を扱えぬとは。待ってください。ではあなた方は浜石の使い方を。まことにお恥ずかしい。せっかく覇王の末裔とお会いできたというに、何一つ教えられん。もっとも使い方が分かったとてどうにもならぬよ。その石は長年蓄えたミストを放ち、力を失っておる。再び使えるようになるのはそなたの孫子の代かの。力の失せたうつろなる石、飢えておるな。虚しさを満たそうとあらゆる力を求めておる。人の力、魔の力、良き力、悪しき力。浜石を求める者は浜石に求められるものでもある。ラザー様。ブルオミシェイスへ。明日にでも立ちましょう。護衛が戻るのを待つ予定でしたが、ここでお会いできた幸運を生かしたいんです。対戦を防ぐためにあなたの力を貸してください。対戦。オンドール公爵が我が国に対抗する反乱軍、失礼、解放軍を組織しているのはご存知ですよね。でも今あの人が行動を起こすとまずいんです。ロザリア帝国が動きます。ロザリアは解放軍への協力を大義名分に我が国へ宣戦を布告し、二つの帝国が激突する対戦になります。ですからブルオミシェイスに引きましょう。大僧侶アナスタシス陛下が承認してくださればあなたは正式に王位を継ぎ、ダルマスカ王国の復活を宣言できます。女王として帝国とダルマスカの友好を訴え、オンドル公爵を止めてください。友好？勝手なことを。そちらから攻めてきて何もかも奪って、それを水に流せとでも。戦場になるのはダルマスカなんです。ラバナスタを第二のナブディスにしたいんですか。兄は浜崎を持っているんです。すみません、ずうずうしい話です。血が流れない方法を他に思いつけなくて。信用できないのであれば僕を人質にしてください。ラスラ。あの人が見えたのか、応募の時みたいに。やはりあなたにも。でもどうして。変だよな。俺、アーシェの顔だって知らなかったぐらいで、王子のことなんて何にもわからないのにさ。もしかしたら俺が見たのは兄さんだったのかもしれない。バシから聞いたわ。幸福間際に志願したんだ。
かだよ。負けるって分かってたのに。守ろうとしたのよ。死んで何が守られたって言うんだ。お前は納得できたのかよ、王子が死んだ時。帝国が憎いとか仕返ししてやるとか恨みばっか膨らんで、けどその先は全然、どうせ何にもできやしないって気がついて、虚しくなって、その度に兄さんを思い出して、俺そういうの忘れたくて、とりあえず空賊になりたいとか景気いいこと言ってたんだろうな。兄さんの死から逃げたかったんだ。アーシェについてここまで来たのもきっと逃げたいからなんだ。でももうやめる。逃げるのはやめる。ちゃんと目標を見つけたいんだ。俺の未来をどうするか、その答え。アーシェと行けば見つかると思う。見つかるかな。見つけるよ。共に行きます、ブローミシェイスへ。そう言っていただけると信じてました。まだ心を決めたわけではないのです。向かう間に答えを見つけます。会ってほしい人がいます。ブローミシェイスで落ち合うことになっているんです。誰です？敵ですが味方ですよ。あとは会ってからのお楽しみです。ああいうとこあるんだよな。悪気はないのでしょうね。いいやつだよ、帝国なのにさ。シント・ブローミシェイスはヤクトラムーダの北部だ。ヤクトに入れば飛空艇による追撃は避けられるか。望み薄だな。リヴァイアさんはヤクト遠征を飛び越えて直接レイスウォールの墓へ乗りつけた。ヤクトでも飛べる新型飛空石可能にしたのはどうせ浜石だ。たく奴らが必死で狙うわけだよ。それでは君こそ何が狙いだ。堂々してくれるのは心強いが、浜石を奪う気じゃないかって。ま、仕事柄疑われんのは慣れてるが、今そんな気はかけらもない。なんなら剣にでも誓おうか。すまん、殿下は君を頼っている。真意を知っておきたかった。君が石にこだわっているように見えてな。物語の謎を追う主人公なら誰でもそうだろう。Thank you.
でさ、バッチリうまくいったってわけ。へえ、それ本当？本当本当。ダルマスカと帝国の友好ですか。頭では分かっているの。今のところ対戦を防げる唯一の手段だわ。でも私に力があれば、そんな屈辱。我々にとっては恥でしょう。しかし民は救われます。あなたは受け入れられるの？私はベインに利用されて名誉を失いましたが、今なお騎士の誓いを忘れてはおりません。人々を戦乱から守れるのであれば、どのような恥であろうと甘んじて背負います。国を守れなかったその恥に比べれば。みんな帝国を憎んでいるわ。受け入れるはずがない。希望はあります。あのように手を取り合う未来もありえましょう。笑うなよ。元老院が何を企もうと、ベイン殿の失脚などはありえん。参謀本部をはじめ軍部はベイン殿の指示だからな。あのお方こそ帝国の敵を討ち滅ぼす剣だ。経緯は2年前のゼクトに似ているな。ベイン殿の力を信じて従った彼がどうなった？ナブディスで消息不明ではないか。ジャジゼクトへの愚弄は許さん。彼は誠の武人だった。その彼が信じたベイン殿を疑うというのか？かつて実の兄君らを斬った男だ。人とは思えん、非情に過ぎる。非情だと？大いに結構。たとえ肉親であろうと反逆者は容赦なく撃つ。帝国を背負う者のあるべき姿ではないか。おめでたい男だ。ザルガバース、まさかケイも信じているのか？あのお二人が反逆など。それがグラミス陛下の結論だ。口を慎めドレイス。あの事件はとうに終わった。ご一同、召集令です。ベイン殿がご到着なさいました。受けたまわった。ラーサー様はブルオミシェイスに向かわれた。大僧侶に働きかけて反乱軍の動きを封じるおつもりだ。オンドールが諦めるとは思えんが、反乱軍の行動が多少なりとも鈍ればよい。これでロザリアの進行も遅れ、我が国が備えを固める時間を稼げる。グラミス陛下の狙い通りか。ともあれ、頼もしい成長ぶりではないか。元老院の脳なしが驚く顔が目に浮かぶ。あの老人ども、幼い皇帝を陰から操る気だろうが、ラーサー様は人形で終わるお方ではない。そうだ、元老院が望んでいるのは人形の皇帝だ。元老院がベイン殿の才能をどれほど憎んでいるか思い出せ。ラーサー殿が自分たちの思い通りにならんと知れば、元老院は手のひらを返して潰しにかかる。まずいな。陛下にも報告しておく。ガブラス、ケイと私でラーサー様を守り抜く。いいな？うん。Thank you.
なんだこれ。ゴルモアの森が拒んでいるのよ。私たちを。私をかしらね。何する？てかどうすんだよあれ。寄ってくんだな。ええ、過去は捨てたんじゃないのか。他に方法がないから。ねえ、ちょっと。あなたのためでもあるのよ。ん？焦っているでしょ。浜関がそうさせているの。あなた意外と顔に出るのよ。つまりどういうこと？こういうことよ。この森に暮らすビエラの力を借りる。もしかしてここってフランの？今の私は招かれざる客よ。この先の里にミュリンという子がいるわ。呼んできて。私が行かなくてもミュリンなら分かってくれるから。なあ、ミュリンって子がいるだろ。呼んできてくれよ。早々に立ち去れ。
ここはヒュムに許された地ではない。ミュリンに会えたらすぐ出てくよ。会えるものか。会わせてくれるまで出ていかないからな。ふん。いいよ、勝手に探すから。ほう。森の声が聞こえたの。この里にミュリンはいないわ。ヨーテ、あの子はどこ？なぜ尋ねる？あれの行方を告げる森の声、ビエラなら聞き取れるはずだが。聞こえんのか。鈍ったものだ。ヒュムと交わった報いだな。森を捨てたビエラはもはやビエラではない。森を去ったミュリンもな。だから見捨てようってのか。里の総意だ。ビエラは森と共にあらねばならん。それが森の声であり我らの掟だ。じゃあそっちは掟を守ってろよ。こっちが勝手に助けるなら文句ないだろ。ミュリンは森を去って西へ向かい、黒金をまとうヒュムどもの穴蔵をさまよっている。それが森のささやきだ。ビエラが森の一部だとしても、森はビエラのすべてではないわ。その言葉、50年前も聞いたな。やるじゃないか。あんなのから情報を引き出すとはね。さて、ヒュムの穴とか言ってたが。バンクール地方のヘネマ石港でしょう。オズモーネ平原の南ですね。あの一帯は我が国の植民地なんです。軍もいるでしょう。それがどうした。行くぞ、バン。あのさ。うん。さっきほらヨーテが言ってたろ、その50年前がどうとかって。それでフランって何歳？失礼ですよ、ほんと子供なんだから。
ドラクロワの研究員です。どうしてこんな場所に？どうせろくでもない研究さ。この魔石、ルース魔石鋼のものとよく似ています。ドラクロワは新たな魔石鋼を探しているんでしょうね。解放軍が動けば、ビュエルバさんの上質な魔石を輸入できなくなりますから。あの子なの。でもこのミストは。ミュリン！ヒュムの匂い、力の匂い。どうしたの？ヨルナ！力に飢えたヒュムが！はい。
や、はっ、せい、はっ、えい、や、はっ、えい、何だったんだ今の。姉さん。森に帝国兵が現れた時も、里の仲間は無関心でした。森が荒らされない限り、ビエラは外からの何もかもを無視するんです。でも、私は不安で、帝国の狙いを突き止めたくて。それでここまで調べに来たらとっつかまったと。無鉄砲は姉譲りかね。あの人たち、私に石を近づけたんです。人体がミストを取り込むとか、ビエラが最適だとか言って、その石の光を見たら、私、リヴァイアさんね。あの時、暁の断片が放ったミストが私をたけらせたように、
この子の心を奪ったのは人造浜関。パネロさん、僕が差し上げた石まだ持っていますか？はい、もちろん。僕の想像以上に危険なものでした。あなたに渡すべきじゃなかった。すみません、こんなものを。私にとってはお守りだったんです。リヴァイアさんでもみんなを守ってくれて。危険な力だろうと支えにはなるのよ。かもしれないけどさ、森のささやきを聞いた。持っていけ。レンテの涙がお前を許す。森を越えてどこへなりと行くがいい。それだけなの？森を出て知ったわ。世界は動いてる。なのにピエラは何もしないというの？ヒュムの世に関わるのはビエラの佐賀ではない。嫌なのよ。イヴァリスが動こうとしているのに、ビエラだけが森にこもっているなんて。私だって森を出て自由に生きたいのよ。やめておきなさい。あなたはヒュムに関わらないで、森にとどまり、森と共に生きなさい。それがビエラよ。でも姉さんだって。もうビエラではなくなったわ。森も里も家族も捨て、自由を手に入れた代わりに過去から切り離されてしまった。今の私には森の声も聞こえない。ミュリン、あなたもそうなりたい？姉さん。いいえ、あなたの姉はもう一人だけ。私のことは忘れなさい。嫌な役をさせたな。あの子は掟に反発している。掟を支えて里を導く立場のあなたより、掟を捨てた私が止めた方がいいわ。頼みがあるの。私の代わりに声を聞いて。森は私を憎んでいる。去っていったお前をただ懐かしんでいるだけだ。嘘でも嬉しいわ。気をつけろ。森はお前を奪ったヒュムを憎んでいる。今の私はヒュムと同じよ。そうでしょう。さよなら、姉さん。